眼科医の平松です。今日は多焦点の眼内レンズ、白内障手術を検討される方の情報の集め方についてお話しようと思います。インターネットとかでやっぱ調べられる方すごい多いんですね。注意点があります。なんでかっていうと、インターネット上って結構いいことばっか書いてあるんです、正直言うと。まあまあまあ、それが悪いとかとは言わないですけども、やっぱり手術を進める医療機関が基本、してるところなので、この手術いいですよ、いいですよ、とか、このレンズはこんないい点があります。まあもちろんデメリットも書いてあるんですけども、基本メリットばっか書いてあることが多いですね。そればっか見るとなんか多焦点ですごいいいレンズで単焦点選ぶ意味がわからないみたいな感じになっちゃいがちです。なんですけれども、基本的には単焦点がまあまあまあシンプルで安全っていうのが、まあ正直な感想ですね。一方で多焦点っていうのはメガネをなくした生活をなるべくしたいとか、そこら辺のライフプラン、いろんなことをちゃんと理解して、でそれぞれお金をカツカツの中でもう全力で出すっていうのはちょっと違うんですね。ですから自分の中ではまあまあこのぐらいの費用だったら余裕あって出せるから、だったら手術しましょうというんだったらいいんだけれども、無理やり出して頑張って手術してしまうとちょっと後悔することがあるので、ちょっとそこは理解していただければなと思いますね。ですから情報としてまず値段としてはそういうことですね。で、どうやって情報を集めるか、だからインターネットの情報の中では、例えば眼内レンズ学会とか、まあ比較的公的な感じの情報をまず当たっていただいた方がいいですね。そういうところはね、そこまでね、何でもいいですって書いてないです。それ見ていただけるとすごいわかりやすい。できれば一般向けの本はやるといいですよって本も結構あるんで、ちょっとなかなか何とも言えないですけど、本当はですね、学会の本とかそういうのをちょっと見ていただけると結構デメリットも書いてあったりするんで、そこら辺を理解してやっていただけると、もちろんね、私自身もたくさんの多焦点の眼内レンズを入れてるし、もうほとんどの方が満足されているっていうのはまあ正直なところです。でもやっぱり一部の方はなんかなーって人もやっぱゼロじゃないですね。でももちろんすごい相談してるんで、すごいうちはそういうの患者さんが少ないですね。少ないですけれども、それでもやっぱゼロじゃないので、ちょっとそこはちゃんと理解した方がいいです。私の方の動画でも多焦点のメリットデメリットいろいろこう紹介していますので、ちょっと一回は私の見ていただいて、もちろん私のが公式で完璧な情報とは言わないですけれども、もし手術を受ける場合も医者がもういいですいいですいいから受けましょうみたいな感じだとちょっと考えた方がいいですね。それってもしかしたら悪いことが起きた患者さんの話全然聞いてない医者なのかもしれないですし、ですから必ずデメリットもしっかり言ってくれる医者の治療を受けになった方がいいと思います。基本的にはインターネットの情報で集めるのは悪くないです。でも、できる限り公的公式な情報を集めていただいた方がいいと思います。いいことっていうよりは悪いことの情報をまず集めていただいて、その上で、そのデメリットを理解してどういう風にするかって考えていただけるといいと思います。今日は多焦点眼内レンズの情報の集め方についてお話ししました。